暖かい体温だけ、ああ君の顔幻つゆと Honeybee。リバースデーソング、恋を歌う死神。あなたと二人だけで話したかったの。あのね、実はこの間沢くんから告白の答えを聞いたのよ。そんな顔しなくていいのよ。不安そうな顔をしてる。でも不安なことは何もないから安心して。自分には大切な人がいるから気持ちには応えられないってそんな風に言われちゃった。まあどのみち死神になってしまった沢くんにどれだけ思いを伝えたって無駄なんだけどね。ねえ、沢くんの大切な人ってもしかしてあなたのことなのかな。そうね。そうだったらいいわね。あなたも彼のことを好きなんだものね。謝らないで。好きな人が友達と結ばれるなんて嬉しいことだわ。もちろんよ。変わるわけがないじゃない。何？ありがとう。昨日美咲と何を話してたんだ？
なんだそれ。当たり前だ。いや、あまり悠長にしていると時間になるぞ。そうだな。いや、見当たらなかった。気配もない。大学の方は？女の子が、女の子が車に轢かれたぞ！呼んで！美咲、沢くん、バカ、寿命を変えることは厳禁だ。俺たちはこのまま美咲を見守ることしかできない。悔しいが。最後にね、お花を持ってきたの。ねえ、二人はここで死んだんでしょ？沢くんに命に変えて守られて。羨ましいな。美咲。ねえ、沢くん、最後に一つだけお願いを言っていい？あなたに振られてしまった私が。こんなことを頼むのは、ダメなこと、だけど。なんだ。行った先でも、沢くんと二人きりだなんて、そんなの、ずるい。
岬。ああ、ダメ、話さない。そのためにずっと隠し通してきたんだもの。絶対に話さないから。死を前にしたとき、人の心は不安定な状態に置かれる。死に対する激しい感情の起伏により、稀に魂が暴走することがあると聞く。今、まさに、美咲はその状態にある。暴走を止めないと、このままじゃ美咲は未練を残したまま死ぬことになる。本当はずっと分かってた。沢くんが他の誰かを見ているってことは、ずっと沢くんのことを見ていたんだもの。それぐらいすぐに気づく。でもそれでも私は沢くんのことが好きだった。いちるの望みにかけて告白したのに、よりによってどうしてその子のために死んでしまったの。あなたが死んでしまった状況を聞いてすぐに分かったわ。いつも見ていた大切な子を助けるためにあなたは死んでしまったんでしょう。その誠実さは尊敬するけど、それなら残された私はどうしたらいいの？私が一年半どれだけ泣いたかわかる？毎晩泣いて、何もできなかった自分を何度も呪った。すべてが憎くてたまらなくなった。小さな頃から私はいつも何も失うことがないよう完璧な立ち振る舞いで動いていた。そのおかげで友達だとか先生からの信頼だとか、たくさんのものを手に入れてきた。それなのに本当に大切なものは手に入れられないの。なぜなら奪われたから。あなたの思い人である彼女に全て。美咲、俺の意志であいつを助けただけだ。お前の介入する余地はない。私に関係ない？それなら私は一体誰を憎んだらいいの？このままじゃ、美咲の魂は成仏できない。
もうすぐ予定死亡時刻だ。どいてろ。まさか歌で。これは一体。私予定死亡時刻だ。いつも虚勢を張って生きてきたの。完璧な人に見られたくて嘘ばかりついて、本当は否定されるのが嫌なだけで、穏やかでも優しくも何ともない人間だった。偽りばかりの私だったのに、それを抜きに好きになったのが自分を偽らない沢君だった。そんな沢君の答えを最後まで聞かずに逃げ出したのは紛れもない私自身だったのに。人のせいにして、あなたのせいにして、ごめんなさい。美咲、死を前にした人の心は殻のない卵のように傷つきやすい。だから闇が入り込んだだけなんだ。お前が自分を見失っても、俺たちは責めるつもりなんてないよ。
俺もお前を傷つける返事しかできなかった。本当にすまない。ううん、二人は悪くない。むしろ二人が来てくれていいことばかり。もう一度沢くんに会えたし、久しぶりにたくさんの恋バナをすることができた。私とってもとっても楽しかった。きっと二人が来てくれなかったら、自分の中に押し込めてた暗い感情に負けて、たくさんの恨みを抱えたまま死んでた。私が死ぬ前に沢くんを連れてきてくれてありがとう。最後にあなたという友達ができて嬉しかった。沢くんとどうか幸せになって。時間だ。歌おう。美咲、たくさん俺のことを思ってくれてありがとう。来世で俺なんかよりもいいやつを見つけろよ。それじゃあ皆様、グラスを持ちまして卒業試験お疲れ様、乾杯。ちょっと待て、まだ試験が終わっただけで合格が決まったわけじゃねえぞ。バカ騒ぎするのは早いだろ。実技試験さえ合格すれば筆記試験はきっと大丈夫だよ。今までの復習だからね。おう、そうだよな。俊は自信ないのか。いえ、俊はきっと大丈夫ですよ。僕が徹底的に知識を叩き込んだので合格しないわけがありません。絶対に。プレッシャーかけんじゃねえよ。ところで、夜とあいつはどうしてる。ああ、あの二人なら。この夜空、花火の時のことを思い出すな。まあ、もうかなり昔のことみたいだな。お前が歌を歌ってたことも？美咲の葬儀でも歌ってたな、お前は。
そうだな。あいつは高校の時もずっと人の輪の中心にいたから。ああ、もっとへこむかと思ったけど、案外大丈夫そうだな。やっぱり偉いな、お前は。は？は、はあ？いきなり何を言ってるんだ、お前は。お前は、ほんと、ムードもへったくれもないな。お前がアホなことを言うからだ。何でもない。